はい。これは何ていうバイク？これゼファーです。ゼファー。もう Z3 に見えました。ごめんなさい。何年モデル？なんかちょっとわからないですね。森脇サウンド。森脇は本物ですけどね。これは Z1B？ F。習いは、うん、あって言われた。あ、そうなんや。うん、もう余計高いですよかな、うんうん、今1枚値段するもんね、うん、これは何年モデル？75年になるかな。 75、それぐらいちゃうかな、ねえ、うん、ドラム最終やもんね、うん、こっからディスクに変わっちゃうからね。これは森脇か。いや、何か分からへん。どかんやろ。うん、OK。ケンジ君から。これ誰ですか？これ僕です。いや、めっちゃかっこいいっすやん。これはここで一遍だけお客さんビキニカウラつけたやつ着てたでしょ。はいはいはい、あれ YouTube 見て参考にさせてもらって。なるほどなるほど。自分で拭いたんですよ。いや、すごいすごい。へえ、これはね、昔の川崎の250のレーサーのダメージから、イメージから取ったんですよ。これどこのマフラー？これも森脇？みたいなやつちゃいますかね。森脇みたいなやつ。でもこれは手曲げやもんね。綺麗に曲がってる。これはちゃいますけどね。あ、ね、あれは機械曲げなんですよ。あちらは撮影せんでいいかな。逃げていった。これどうだ。あ、行きましょうか、うん。これは何ていうバイクですか？ドラッグスター。何 cc のやつ？お、でかっ。スーパー排気量ですやんか。何年モデル？2008年。ああ、新しいね。目黒に比べたら全然新しいです。この目黒もね、ワンオーナーなんですよ。ナンバープレートがだから当時もんでね。で、一番高いのはこの目黒のこの尻尾焼き。この間ネットでね、いつ14番で、ね、これ取られたら価値がなくなるかなって感じで、取られるように見てる。走ってるんですよ、今だから。ここから左利きなんですよ。ロータリーミッション。ハンドル周りスッキリしてるじゃん。当時のやつは、ね、そういうこと。配線があれなんで、ハンドルの中入ったんですよ。あ、配線なんでスッキリしてるんですか。だからエストリアの原型みたいな、シートの、よかったら座り心地確かめてください。もう古いバイクだけなんでね。あの CBX は、ホーレット。もういいですよ。いや、かっこいいっす。大好きです、そういうプチカスタム。OK です。ほな、すみません、ホーレットエンジン音聞かせてもらえますか。はい、作ったエンジンマフラーの、いや、いいっす。あー、やっぱホーレットは良さがあるわ。ほな、次はドラッグスターのエンジンかけて。頑張るやから。さあ、森脇か。森脇か。ゼファーの方から。これはええ音しませんよ。やっぱホーレットええ音すんね。気をつけて、ありがとうございます。よろしく。気をつけて帰ってください。よろしくです。さあ、どこ行くんですか？じゃあ、帰るんですね。
ちょうどね、サーマイスが来たんですよね。これずっとまっすぐ行ったんですよね。このでかい黄色のハニーでさ、8日まで行ってるんですよ。皆さんよく見てるんですよ。